学生団体折り紙は毎回このように和気あいあいとした活動を行っている。メンバーを家族のように感じている人も多い。最近では団体だけではなく県や市、メディアなどと連携して数百人を超えるイベントを開催することも増えた。さまざまなメディアに取り上げていただく機会も得ることで、まさに名実ともに進歩していったのである。注目すべき今の折り紙の実績はこの3つだ。まず1つ目はイベントの規模。パラスポーツフェスタ千葉ではパラリンピック競技の体験会、そして大学対抗のシッティングバレーボールの大会を開いた。千葉大学理学部香取美奈です。折り紙の教育イベントでは、子どもたちがオリンピック・パラリンピックに向けて自分にできることをやりたいっていうふうに思える、そんな企画を作っているところがすごく魅力的だと思います。オリンピック・パラリンピックには分野も立場も世代を超えて人と人をつなぐ力があるというふうに思っています。オリンピック・パラリンピックっていうのはもともとそのために生まれてきたものなので、だから日本中の誰もがオリンピック・パラリンピックに関わるチャンスがあるというふうに思っています。2020年、そしてその先を見据えて僕たちと一緒に活動してみませんか？